おはようございます。今週も1週間満足していきたいと思います。今日仕事で明日休み、そこからまた6連勤です。新しい炊飯器なんですけど、米炊けるまでの時間がなんか絶対時間通りじゃない気がする。いい感じに炊けてるからいいんですけど。よし、炊飯器ってこれ6時間後に炊き上がるのか6時間後に炊き始めるかで結構変わってきますよね。はい、というわけで今日の弁当です。よし、それでは仕事行ってきます。今週もね、1週間ゴリゴリ働いていこうと思います。自由を求めて会社員辞めたはずなのに結局収録で仕事してるの、なぜなぜ。本日日曜日19時頃 YouTube の動画をね公開しているんですけど、今回は編集がまあギリギリ間に合ったっていうか、昨日徹夜したんでなんとか間に合ってます。ただこの感じでいくと今週末に投稿する動画はもしかしたら間に合わないかもしれないです。しっかりとね計画立てて、いやがむしゃらに編集していこうと思います。はい、というわけで仕事が終わりまして帰ります。はい、というわけで帰ってきました。はい、というわけで、帰ってきてはいるんですけど、久しぶりに、よく行ってた大戸屋家系東京ね、ちょっと行きたいなって思って、明日休みだから明日行きゃいいなって思ったんですけど、明日月曜日で、月曜日だと大戸屋休みなんですよね。だから、まあ、ちょっとね時間も遅いんですけど、まあ、今からね行こうかなと思います。で、仕事仲間が多分なんか都合つきそうなんで、まあ、一人道連れにして行ってこようかなって思います。編集します。動画編集も結構順調にいきまして、そろそろ仕事仲間と合流したいと思います。ギリギリダメっぽかったですね。まあまた来ましょう。はい、いけるいける。あ、やってる、リベンジ、はい、ありがとうございます。油系ね、仕事仲間とラーメンに行ってました。大戸屋はなんと営業時間が変わっており、ちょっと行けなかったんですけど、別のラーメン屋行ってね結構美味しかったです。量が結構多くてちょっとねしんどかったんで、ゆっくり歩きながら喋ってました。解散したんでこれから帰ります。僕が帰ってきました。お腹がめちゃくちゃ苦しいので早く歯磨いてもうね今日は寝ようと思います。おやすみなさいませ。おはようございます。起きたら結構いい時間になってました。もしかしたら雨降らないっぽいんで、今日は少しだけバイク乗っていこうかなって思います。昨日のラーメンがまだ残ってるんで、玄米じゃなくてもうバナナで済ませます。GoPro の SD カードリーダーが全然見つからなくて、一生探してるんですけど、マジでない。もうあんまり使わないもの全部ここに入れてるはずで、パーパーとひっくり返したらもう7個しか物が入ってないから。これだけ物がない部屋で物がなくなるってことは、そもそもこの家にないんじゃないかっていう可能性があって、前回バイク乗ったのがお台場行った時だったんですよね。多分お台場に置いてきたっぽいです。昨日一昨日の話じゃなくて1ヶ月以上前の話なんで、まあ、諦めます。もう GoPro の SD カードリーダーとその中に入ってた SD カードを探すのは諦めまして、予備でもう1台持ってる GoPro7 の SD カードを入れて走り出しております。マジで悔しい。 SD カードリーダーね、 Amazon で見たら1000円ちょっとだったから、もう諦めて買いました。いやーマジ最悪。しかもなくした方の SD カードの容量がね500何十ギガなんですよ。マジでやらかした。あれ結構高かった。まあ今予備の方128ギガなんですけど、意外とこっちでもなんか3時間半ぐらいは撮影できるっぽいんで、まあ、もしかしたら普通に Vlog で使う分だったらこっちでも十分かなっていうね。
無理やり納得をさせているところです。愚痴ばっか言っててもしょうがないんで、最近の話に切り替えていくと、韓国好きな人が今職場に多くって、自分全然韓国とか、ね、K-POP とかアイドルとか全く分かんないんですけど、だからこそ音楽のね話とかが全く合わなくて、ソフィアって知ってますか、松岡充さんのバンドなんですけどって聞いてもみんなポカーンってしてて、一部の人はねやっぱ世代の人とかだったら、分かる分かるってなってくれるんですけど、そういうのでね、音楽の話って基本的にもう自分職場ではもうしないようにしてて、音楽の話もそうだし趣味の話とかもあんまりそう伝わらないっていうのがあるからあんまり言ってないんですけど、で今ねこのちょっと見えてないんですけど、ヘルメットについてるインカムっていうので、音楽を流しながら走っているわけなんですけど、それでねランダム再生にしてると全然聞いたことないけど明らかに90年代のなんかビジュアル系みたいな曲が流れてくるんですよ。自分の好きなアーティストじゃないアーティストの曲が流れてきてるんですけど、やっぱね世代とジャンルってすごい大事だなって、年代とジャンルってすごい大事だなって思ってて、なんか知らない曲だけど全然楽しんで聴いてられるって思いますね。これ誰だろう、全然見えねえ。いや全然90年代じゃなく80年代70年代でしたね。爆竹でした。爆竹の自分が知らない曲なだけでした。いや爆竹の曲知らないとか言うなよ、爆竹そ気まずいじゃないかって。いやライブ行ってるんですよね爆竹さんは。そう、でも全曲知ってるわけじゃないから、なんか好きなタイプの曲だなって思ってたら普通に好きなアーティストでした。はい、恥ずかしいです。今日ね10時ぐらいに1回起きたんで、人になんか夏だし海行こうかなって思ってたんですよ。次目覚ましたらもう12時過ぎ、もう今日1日の予定は消えてなくなりました。だから適当にね都内をブラブラしようと思ってるんですけど、またねお台場方面に向かっちゃうっていうね。正直23区でバイクで行くところっつったらもうねお台場とか豊洲とかそっち方面しかないですよね、残念なことに。まず駐輪場がないから、でもこうやってねたまに走らないと。秋葉原、そろそろ左に曲がるので、もう思いっきり寄っとこ。絶対ここじゃねえ、絶対曲がる場所間違えた。これここで曲がろう。多分この浜松ナンバーのアルファードもきっと行き先は一緒だと思う。分かんない、曲がれねえし、曲がれなかった。こっちか、多分アルファードも同じ道間違いをしたんだろうな本当に。でもねこっちの方が残念ながら早いんだな。よいしょ、このさ左折してからもう最短で右折しなきゃいけないのってすごい曲がりづらくて緊張感高まりますよね。でこうでしょ、わ気まずい気まず気まず、うえ信号は間に合ってはいたけど気まずで左でしょ。都内これがあるからね本当怖いって言われるんだろうなって思います。はい、というわけでですね汐留駅に到着したので、なんとなく決めてた目的地は間もなくです。このトンネルを抜けて左折したらほら一気に日本からイタリアの街並みに早変わりです。ここねそのバイクとか車乗りにとっては一つのたまり場になりやすいイタリア街っていうところなんですけど、到着しました。昼間なのにこんなバイクおるわ、いかつ。はい、というわけで到着です。あ、大丈夫です。はい、お願いします。土のと、なんだっけ、ナスのなんとか。バイク見ながらっていうのがね、また最高。
ピザみたい。めちゃめちゃ美味しかったです。カードリーダーがなくなっちゃったんで GoPro のアプリ使って転送してたんですけど、もう一生動けなかったですね。まあおかげさまでめちゃくちゃゆっくりできてよかったです。せっかくイタリア街に来て、ここめちゃくちゃ背景がね映えるところなんで、ちょっと適当にバイクの写真撮ってから出かけようかと思います。めちゃめちゃ撮影してたら散歩中のトイプードルにめっちゃ懐かれてしばらく戯れてました。ここもいいけど、そろそろちょっと移動しようかなと思います。それでは少しだけ移動しようと思います。それじゃあイタリア街から脱出します。めちゃくちゃいいスポットではあるんですけど、基本何もないんですよね。何もないからなんか、はい着きました、はいカプチーノ飲みました、終わりですって終わっちゃうんですよね。でも今日行ったお店、実は1回目じゃなくて過去にも行ったことあったんですけど、いいですね、たまにはああいう場所。まあ今日ねバイクとのデートなんで、まあ少し奮発して背伸びして、ああいうちょっとねコーヒー飲んだりしてみましたっていうね。それで帰ろうと思ったんですけど、まだね時間が4時台なんで、ちょっと今帰るには早すぎるかなっていう感じなので、まあどっか場所見つけて動画編集をね少しでも進めていこうかなと思います。そう、直近の動画はちゃんと日曜日の投稿に間に合ったんで、まあここからねちゃんと納期を間に合わせるっていう流れに持っていきたいので動画編集しようと思います。以前今の仕事を始めた2日目に社員証をなくしまして、遺失物の回収から見つけてくださったのがしたいと思います。ここの某カフェ某コーヒー店のね方っていうことだったんで、まあ、いつかちょっと恩返しをしようと思ってたんですけど、今トイレに行きたいっていうのもあるんで、ついでに恩返しをねしていこうと思います。はい、売上貢献につなげます。広すぎでしょう。はい、というわけで動画編集もほどほどにもう出ます。バイクがなんか自分より遠いところにあるっていうのがすごい不安感しかないので、全然作業に集中できません。というわけでおとなしくバイクのところへ行きます。結局バイクごとイタリア街へ戻ってきました。ここで涼みながらのんびり動画編集しようと思います。ここ全然日が当たらないんですよ。マジで一生いられる。日も沈んできたんでそろそろ離れようかと思います。ここなぜか二輪自体禁止なんですよね。いつも引っかかりそうになる。許すまじ。急なんですけど、バイクに乗ってる時ってスマホっていじれないんですよ。なんでこの瞬間が一番のデジタルデトックスをできてるかもしれないです。とりあえず買い物。よし、それじゃあ帰ります。いつとどこは言わないんですけど、さっき視聴者の方に声をかけていただいて、視聴者の方に声かけていただいたこと自体は2回目なんで、まあまあ慣れてはいるんですけど、まあそんなことがありましたっていうね、そんな感じですね。はい、いや別に全然浮かれてるとかねそういうのは全くないんですけど、やっぱそういうこともあるんだなって思いましたね。業数で買い物してきたんですけど、リッチチーズケーキを買ってしまいました。ティラミスとベルギーワッフルも買いました。全然浮かれてませんからね、これ本当に浮かれてないですからね。とか鶏肉とか韓国海苔とかですね。まあ帰ってきて汗かいてたから、もう T シャツ着替えようって思って脱いだんですよ。で洗濯機を開けたら乾燥が終わってるはずだったんですけど、そもそも洗濯機回してなかったんで着る服がなくなりました。先日切り刻んだ人参、さっちょっとしょ、
はい、というわけで完成しまして、なぜタルタルソースかは後で説明します。昼の弁当のストックを作るためにね、またまとめて、トータル1キロの生姜焼きを作っていこうと思います。今洗濯中なんで守備力ゼロなんですよ。油跳ねたらマジでやばいんで慎重にいきたいと思います。あ、炒められてくれ。はい、というわけで玉ねぎを一旦避けまして、重なって固まってるんで一枚一枚丁寧に剥がしながら焼いていってます。これぞまさに丁寧な暮らし。調味料も加えてしっかりと混ざってもらいましょう。というわけで1キロの生姜焼きはこれで完成です。今回っていうか前々回ぐらいの Vlog ではちらっと見えてたんですけど、この揚げ物用のポットを買いまして、こいつをね使っていこうと思います。はい、というわけでシャワー浴びてきまして、料理のね、3回戦目ちょっとやっていこうと思うんですけど、次はね揚げ物をやっていこうと思います。これまた業スーで買ってきたカキフライをね揚げていこうと思います。同じく業スーで買ってきたアジフライも揚げます。一人暮らし用にはちょうどいいですね、本当にこのサイズ感。すげえありがたい、カキフライ3つぐらいしかできない。はい、というわけで今日のご飯はこんな感じです。アジフライとカキフライとなんかまあいろいろぶっこんだ系とって感じですね。久しぶりのね揚げ物やってみたんですけど、果たしてそのお味は。一人なんで遠慮なくかけていきます。アジフライは塩でいきたいと思います。はい、それでは久しぶりのカキフライいただいていきたいと思います。うまっ、しっかり火通っててめちゃめちゃうまいです。最高。いや、片手鍋を一つに減らしてからやっぱ揚げ物する機会ってなくなっちゃって、本当に久しぶりなんですけど、やっぱね美味しいですね揚げ物。体に悪いものほどうまいものはない。というわけでアジフライも、うん、浮かれてるとかそういうのは一切ないんですけど、まあ、今日視聴者の方に声かけていただきまして、なんかね、いや思ったことがあって、自分がなんかボケーっとなんかまっすぐ向いてボケーっとしてたんですよ。本当にボケーっとしてたその先、自分の視線の先にいた方がなんか自分の方を見てなんかパーって笑顔になってこっちを見てるわけなんです。でも、まあ、自分の後ろのなんかだろうなって思ったんですよ。自分の後ろの何かを見てなんかいいもの、なんかほら好きなものとかなんか見つけたんかなって思ってるだけで、自分振り返りもしせずにそのままボケーっとまっすぐ見てたら、そのままこっちに近づいてきて、何って思って、いつも見てますって声かけていただいて握手を求められ、いや本当にありがとうございますって感じなんですけど、そういうことがあって思ったのが、なんかそのまあ自分のね YouTube のチャンネルはまだ登録者1500人ぐらいの規模で言えばね、まだまだスタートラインのところではあるんですけど、自分が存在していることによってなんか誰かをね笑顔にできるんだったら、それはめちゃくちゃいいことだなって、ちょっとだから YouTube 活動のモチベが高まったっていう感じでした。それとはあんまり関係ないんですけど、ティラミス食べようかなって思いました。というわけでですね、業務スーパーのティラミス、これ値段さっき確認したら税込み321円でした。安いティラミスね、これめちゃくちゃ好きなんですよね。リピートして2個目の購入です。めちゃめちゃ浮かれてるやつみたいになっちゃうじゃないですか。でも全然浮かれ中学生の頃から好きですね。はい、こっちから入れちまうか。入るかな。いや、入る入らないじゃない、入れるんや。生姜焼きを弁当用のストックで小分けにしていきます。はい、というわけで小分けは完成です。おはようございます。起きました。今日は仕事です。
ちょっと時間がギリなんで急いでいこうと思います。朝ごはんこれだけにします。最近セミの声が聞こえなくなってきましたね。うるさいけどなきゃないでちょっと物足りない感じますね。昼です。いやもう自分決まりました。もうこれ一択でしました。はい、どうぞ。わらびラテ。仕事仲間と、ね、抹茶を決めて抹茶味してから解散して今ね一人で散歩中です。久しぶりにこの秋葉原と上野の間の道歩いてます。歩いてたら秋葉原までたどり着きました。はい、というわけで秋葉原まで着いたんでもう帰ろうと思います。もう仕事仲間と抹茶決めたんでこれ以上余計な出費はもうしません。パンダでチーズチキンっていうものを買ってしまいました。全然買う気ないようにコンビニ入っちゃダメですね。でもチーズチキンめっちゃ気になるんで早速食ってみます。マックのシャカシャカチキンだ。はい、というわけで帰ってきました。暑い。歩きすぎてちょっとね危うく熱中症になるかなって思うぐらい暑かったんで途中でちょっと水買って飲みました。まあ今日はねちょっとてか明日、まあ、6連勤初日ってことで、まあ、ちょっと YouTube ライブをね軽くやろうかなって思います。やるか分かんないけどやります。多分。はい、というわけで今日のご飯です。これは昨日作った生姜焼き。というわけでいただきます。おはようございます。結構がっつり寝てました。なんか食べに行こうっていう話が出てるのでそれを言ってこようと思います。その後夕方から仕事です。時間ないんでちょっとだけ食べていきます。よし、それでは準備できたんでそろそろ向かおうかと思います。バス待ってるんですけど30分ぐらいある動画編集を進めておりますお願いします。全然遅刻しそうなんで。というわけで上野着いたんですけど待ち合わせのメンバーがまさかの全員遅刻ってことで自分が一番乗りです。マジ珍しい。これあっち、ここの喫茶店が上。ライデツキムチも入れちゃおう。置くよ。まあみんなゴミの高いから大丈夫よ。はい、というわけで、仕事仲間と、まあ、ご飯に行って、まあ、そこからなんかいろいろ喋ったりしてから今日はね夕方から仕事して今帰ってきました。ちょっと疲れましたね。まあただね5連勤6連勤か6連勤中の、今日で完遂まだ2日目なんでまだまだねこれからペース上げていこうと思います。まあ、そんなことよりお腹空いたのでご飯食べます。先日業スーで買ったアボカドをねもうさすがに食べ頃だと思います。この種さえねスコッと外れてくれれば。韓国風味付けもみのり。韓国風味付けもみのり。これもそう業スーで買ってきたんで、うん、今まではそう500円ぐらいのやつだったんですけどここ何ヶ月かはそう業務スーパーで売ってるってことに気づきまして最近は大変お買い得でお買い得な量を金額も安く量も多いってお買い得なものを、ね、利用させてもらってます。はい、というわけで今日のご飯です。まあ、言うて賞味期限若干過ぎてるんですけど、まあ、まだね日付変わったぐらいだからまあこれもセーフでしょうというわけで。はい、おはようございます。というわけで起きたんですけど今日も仕事です。のんびりしすぎたので早速仕事行く準備をしていこうと思います。準備もできたので仕事行ってこようと思います。休憩。はい、というわけで仕事終わりました。6連勤の予定だったんですけどちょっと仕事の予定がねさらに変わりましてなんと8連勤になりました。6連勤の3日目ってはずだったんですけど8連勤中の3日目8分の3です。で昨
気合い入れていかないと乗り切れないんで、しっかり気合い入れて帰ります。あれは何、星不審してはなんか全然めっちゃ動いてる。1、2、3、4、5、6、そんなに密集して飛ぶ飛行機ってっていう、めっちゃ UFO じゃないって思いながらちょっと撮ってたんですけど、よく考えたら雲が動いてるだけで星別に動いてなかったです。飛行機でも何でもなかったです。恥ずかしい。帰ってきました。いや、まだまだね、3連勤目だから疲れたとは言わせない。でもお腹はあんまり空いてないんですけど、あんまり空いてないけどね。やっぱまた新しい炊飯器になってから保温時間が多分長く保温できるんだったっぽくてラッキーです。はい、その半分のアボカドを、はい、というわけでこれが今日のご飯です。なんか卵めっちゃいい感じに見える。賞味期限過ぎてるんですけどね。いきます。シャワーを浴びてきます。明日も午後から仕事なんですけど、8分の4連勤目、2分の1連勤目になるってことで、ちょっとちゃんと寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。まだまだ全然眠いです。魚巣で買った鶏肉をちょっと解凍していきます。水とごま油も混ぜてみました。ブリタの浄水ボトル冷蔵庫に入れててめっちゃ冷たいんですよ。今一気に飲めない。ゴリゴリに詰まったところで完成です。鶏肉とネギを焼いて塩だれにして、まあ、ネギ塩だれなんで、これはさすがにもうネギ塩だれ丼にしちゃった方が絶対うまいです。なんか長ネギって全然火通んないですよね。だからいつもね時間がかかる。というわけでいただきます。作り方めっちゃ簡単なのに最高にうまいです。しかも安い。はい、それでは準備もできて時間もいい時間だったんで仕事行こうと思います。8分の4連勤目です。今日なんかいつもより暑い気がするんで、しっかりと日焼け止めも塗っていきます。マジ暑すぎるだろう。はい、というわけで帰ってきました。今日はですね、職場の人、まあ、約数名ってなんだって感じなんですけど、YouTube のチャンネルを教えましてね、そういうことがございました。で、まあいろいろね喋って、まあ、こんな時間になってしまったんですけど、明日もね仕事、まあ今ね8連勤中なんで、まずは歯磨いてシャワーを磨いて歯を浴びます。寝落ちする前にシャワーを浴びてきます。おはようございます。起きて二度寝したらめちゃめちゃ雨です。土砂降りチャンネル、半端ない土砂降りなんですけど、まあ仕事であることは変わらないんで、オッケー、弁当用意できました。よし、それでは準備ができたんで今日も仕事行ってきます。今週の Vlog はこれでラストになるわけなんですけど、今絶賛8連勤中の5連勤目です。雨止んでますね。カバンの中でシャッフルされすぎだろう。はい、というわけで仕事終わりまして、仕事仲間数人と飲んでおりました。で、今日はもう帰ります。